どうもチョロです。ポケコの PVP の動画を上げております。今回はですね、シャドウアラオラサンドパン、デンチラランタンティパーティーでハイパーリーグ潜っていこうと思います。で、1戦目なんですが、ハガネールですね。なかなか微妙なのが出てきましたね。どうだろうな。まあ、一応有利って言っていいと思うんですけれども、まあ、とりあえずドリルライナー打っていくんですけれども、まあ、張ってくるでしょうね、一発目から。うん、まあ、張ってくると思うので、うん、どうすかね。うん、まあ、自信を覚えてるかどうかっていうラインになってくると思うんですけれども、相手がゲージ溜めてきたらね、こっちもね、張らないと、自信一発で、大ダメージなんで、うん、なので、まあ、きつくはあるんですが、まあ、とりあえず張っていって相手が打ってくる技を見るんですが、まあ、ブラフですよね。まあ、当然ですよね。うん。で、まあ、ドリルは打っていくんですけれども、これで相手が張ってくるか張ってこないかなんですが、2発目も張ってくんのかな？どうだろう？ 2 発目は受けられるんで張ってこない気はするんです。あ、張ってこなかったっすね。うん。で、まあ、突っ込んでいって、で、なんかそのまま突っ込んできてるんで、こいつ自信を覚えてそうですよね。なんか自信を覚えてそうなんで、ちょっと厄介かなと思ってるんですが、このドリルが張ってくるか張ってこないかで様子を見ようと思うんですが、張ってきましたね。ということは自信打ってくる感じになるのかな。うん。じゃあ張らなきゃまずいですよね。うん。なので、まあ、張っていって、まあ、様子を見るんですけれども、まあ、おそらく自信打ってるでしょうね。うん。やっぱり自信打ってて、で、そうなってくると起点を作れるので、ちょっと起点作ってからと思ったら相手が技打ってきたので、まあ、これ受けちゃっていいですね。受けられるんで受けてしまって、うん、まあ、様子を見ていこうと思うんですけれども、まあ、自信は溜まってないんでね、あれでしたね。最高ハングでしたね。となれば、がっつり起点作らせてもらって、相手の次の技が飛んでくる前に、レッドパンチでトロンさせていって、まあ、裏を見ていこうと思うんですけれども、どうだろうな、格闘ポケモンとかいんのかな？あ、ランタンですね。ここでランタンが出てくるのか。うん、まあ、ドリラ打てるんで、まあ、悪くないんじゃないですかね。ある程度ダメージ取れるんじゃないですか。半分近くいけるかな。うん、あ、半分いけましたね。うん。で、半分いけたんで、まあ、ここでこちらもランタン投げていって、様子を見ていこうと思うんですけれども、まあ、相手もね、なんすか、まあ、そのまま突っ込んできてますし、まあ、10万ボルト打って様子を見るって感じですかね。で、こちらのランタンに対して相手が何も投げてこないってことは、ランタンきついと思うんですよ。ランタンがきついポケモンが裏にいると思うので、なので、まあ、どうだろう、水ポケモンとか、飛行ポケモンとかがいるんじゃないかな、おそらく。そんな感じはしてますね。だけで、まあ、10万ボルト打っていって、まあ、これ倒していってラストなんですけど、出てきたポケモンが、まあ、毒クラゲでしたね。やっぱりランタンがきついポケモンが裏にいたって感じですかね。で、まあ、10万ボルト打っていけば大ダメージ取れるんで、まあ、それでダメージ取っていって、で、その後はあれかな、こっちは、熱湯砲とかでやられるのかな。多分熱湯で持っていかれると思うんですけれども、まあ、そこには、ここにはあれですかね、アロラサンドパン投げちゃっていいかな。うん、アロラサンドパン投げちゃって OK ですね。で、相手がここでネットを打ってくるので、まあ、これはもう耐えないですね。さすがのこの HP だったと。なので、ま、やられていって、で、アローラサントパン投げていって相手がネットを打ってくると思うので、まあ、その後はデンチュラでトロンを刺すって感じですかね。まあ、ここまで削ってしまえば、もうゲージも空ですし、うん、もうデンチュラの方でいいんじゃないかと、ボルトチェンジは耐えられないんで、まあ、勝ちは確定ですね。というわけで、終わりですね。うん。対戦ありがとうございました。うん、このパーティーはね、初手がハガネールの場合引けないんでね、まあ、アローラサンドパンで頑張るしかないですよね。まあ、アローラサンドパンはこのパーティーの要なんで、実はあんま削られたくないんですけれども、まあ、裏にギラティナとかいたらね、何もできなくなっちゃうんで、まあ、何もっていうことでもないですけど、まあ、ちょっときついんで。で、まあ、次の対戦なんですが、相手が、ヨクバリスですね。まあ、ヨクバリスは、ま、悪くないんじゃないかな。まあ、ゲージ吐かせてからデンチュラ投げていくって感じでいいと思います。だけで、こっちはドリライ打っていくかな。ドリライでダメージ取ったらデンチュラ投げていって、で、どんどん飛びかかってね、様子を見ていこうと思うんですけれども、まあ、そのデンチュラに対して相手が何を投げてくるかで結構様子見れますよね。電気ポケモン投げていて、それに対して何も投げてこないってことは、まあ、裏が電気ポケモンに弱いポケモンがいるのかなってことが予想できるんで、まあ、ランタンが通ってる可能性はあるのかなって気はしますね。で、相手がのしかかってくるんですけれども、それを受けていって、で、飛びかかっていって、で、まあ、飛びかかってしまえばもうのしかかられてもやられないんで、まあ、あれですね、どんどん攻めていけると思います。だけで、まあ、突っ込んでいって、で、もう一発のしかかってくるかな。で、まあ、これのしかかってくるんですけれども、次ののしかかりが4発後なんで、まあ、4発ってことは、なんだ、8ターンじゃないですか。という方はこちらの、なんですかね、飛びかかると同発になるんで、まあ、これで相手がシールを張ってくるか張ってこないかですね。で、まあ、張ってこないんじゃないかな。張ったところでだと思うんですよ。うん。なので、まあ、これで突破させてもらって、ラストを見ていくんですけど、ラストっていうか裏を見ていくんですけれども、どうだろうな。何が出てくるかなんでか、毒クラゲとかなんかいそうな気はするんですけれども、どうだろう。
あやっぱりいましたね。あ、ドッグクライいましたね、うん、で、 できれば技打ちたかったんですが間に合わなくて、まあ、ここにはランタンを投げていくことになるんですが、まあ3匹目が何かなって感じですかね。どうだろうな、うん、まあ、デンチュラに対して、まあ、そのまま突っ込んできてるんでと思ったらここはアロラサンドパン投げましたね。で、相手がネットを打ってくるので、まあ、これはシールド貼っていくことになるのかな。まあ、シールド貼っていって、で、予想を見ていくところなんですけれども、あ、変えてきましたね。うん、こちらのドリーナーのタイミングで変えてきて、で、案の定ね、あの、電気に弱ったトモンがいていた、いたのがね、なんだ、こいつ、バルジーナということで、まあ、バルジーナはランタンで全然見ていけるんで、普通に詰めていっちゃっていいと思います。もう10万ボルト打っていっちゃっていいですね。で、まあ、ランタンやっぱ硬いですよね。まあ、硬いというか HP があるんで、悪の波動食らってもね、耐えられますよね。なんなら3発いけるんじゃないかな。ギリいけるかどうかっていうラインだと思うので、うん、やっぱ、硬いポケモンっていうか強いポケモンだなと思いますね。で、まぁ、10万ボルトが入ったんで、まぁ、これであればもう波乗りで押しちゃっていいかな。うん、で、まぁ、シールドはアロラサンドパンに残しておけば勝ちは確定だと思います。だけど相手が、悪波動打ってきて、で、この後なんですけれども、どうだろうな。まぁ、しっかり CCT やっていきましたね。で、まぁ、波乗りって言って、これで相手が張ってくるか張ってこないかなんですけれども、まあ、張ってくるかな、どうだろうな、張ってくると思うんですけどね。まあ、シールド残ってるのは張ってこないですね。で、あ、技打ってくるのか。まあ、これ張る必要ないですね。まあ、アロラサンドパンで来てもらっちゃって、うん、戦っていけば OK だと思います。で、打ってきた技がツバメということで、で、アロラさん投げていくんですけど、相手も変えてくるんじゃないかな。で、出てきたポケモンが、ドッグクラゲだったので、まあ、とりあえずドリライ打っていって、シールドが後取られてるんで、どうかなって範囲ではあるんですけれども、これ入ったんで、まあ、これでも勝ち確定ですかね。うん、大戦ありがとうございました、うん、初手の欲張りスはねちょっと厄介だったんですけれども、まあ、裏の電気2匹がね相手の裏2匹に取ってたんで、まあ、投げづらかったって感じですかね。で、まあ、次の対戦なんですがビリジオンということで出し負けなんで、まあ、デンチュラ投げていったんですけれども、まあ、それに対して相手がどういう動きをしてくるかですね。で、まあ、飛びかかっていったんですがそのまま突っ込んできていて、まあ、5発打ったらストーンエッジが溜まるんで、まあ、そこはちょっと様子を見ながらやっていきたいところなんですが、どうだろうな。まあ、5発打ってないかな、今ちょっと数えてなかったんですけれども。うん、で、いや、5発打ったのか、張ったってことは。で、打ってきた技がストーンエッジでしたね。うん、これは、しっかり張れたかなと思います。で、出てきたポケモンが、欲張りすですね。ここで欲張りすは、こっちとしては悪くないんじゃないですかね。デンチュラでガンガン、攻撃力下げていって、で、アロさんで起点作れば、レイパンで、シールド剥がせるんで、相手の、あいつ、なんだったっけ、ビリジョンからシールドもらえるんで、うん、まあ、あとはランタンがうまく取っていればって感じになるのかなって気がします。で、まあ、のしかかってくるんですけれども、まあ、一発ね、もうすでに、飛びかかっているので、うん、なので、あれですね、全然ダメージ入んなかったですね。で、まあ、これも受けちゃっていいですね。まだやられないんで受けていって、起点作った状態でアロさん投げていくっていう流れでいいんじゃないかな。うん。というわけで、飛びかかれるような状況にしてから、まあ、アロさん投げていったんですけれども、ここにはドリライ打っていこうかな、素直に。ただちょっと起点作っておかないと、相手のね、ビリジョンが戻ってきた時にレイパン打てなくなっちゃうんで、急いで打つ必要はないですね。どうせ、紙クラックにしろ、のしかかりにしろ、まあ、大したダメージにならないんで、まあ、それは受けながらやっていくことになるんですが、まあ、やっぱりガン起点しっかり作りましたね。ただま、このドリライでは倒せないかな。ちょっと倒せないんで、うん、まあ、あれなんですけれども、まあ、でもダメージ取れれば悪くないですかね。で、相手が、のしかかってくるかな。まあ、のしかかってくるのか、噛み砕いてくるのか、ちょっとわかんないんですけれども、まあ、どっちでもいいですね。うん、受けられるんで受けていって、で、ここらで戻ってくるんじゃないかな。あ、戻ってきましたね。で、戻ってきたので、まあ、そこには、冷凍パンチ打っていくんですけれども、これ打ったら電池ら投げちゃっていいんじゃないかな。ポテチが回ると思うんですよ。うん。死に出しかな、あ、死に出しで行く感じですかね。死に出しでデンチュラ投げていって、飛びかかれるんで、まあ、飛びかかっていって、これ張ってくるか張ってこないかなんですけれども、どうだろうな、耐えられるんで受けてくるんじゃないかな。うん。で、まあ、それでダメージ取っていって、うん。で、相手のね、リグブレでやられちゃうかな。まあ、氷リグブレでやられちゃうんですけれども、この後ランタン投げていくことになるんですが、リーフブレードがなんか、一番ダメージ取られそうですよね。まあ、欲張りすはもう虫の息ですし、まあ、3匹目はちょっとわかんないんですけれども、まあ、攻撃一段下げてるとはいえ、多分リーフブレードが最大だったと思うので、まあ、これシールを貼っていって、で、こちらは、あれですね、スパークだけで倒させてもらう感じですかね。うん。で、なんとかスパークだけで持っていけて、まあ、ラスト次第なんですけれども、最後出てきたのが、オーダイルでしたね。まあ、オーダイルか。うん、オーダイルはこっちに打点ないんじゃないですかね。まあ、紙砕くが多分一番打点になるかな。まあ、それがどれぐらい入るかっていうラインになると思うんですが、まあ、とりあえず相手が10万ボルトシール貼ってきて、で、次は相手10万ボルト交代してくると思うんですよ。
なので、そこはもう慌てて打つ必要はないですね。どうせ交代消してくるんで、しっかりしてる人であればね、やってくるんで、そこで様子を見ていく感じになるんですが、噛み砕かれていって、で、この後なんですけれども、やっぱ変えてきましたね。で、ここもあれですね、スパークだけで持っていこうかな。さっきのどうだろう、ダメージ感覚だと、でもここで波乗っちゃうとちょっと10万ブロと間に合わないかな。なので、これ受けていって、で、スパークだけで倒させてもらって、で、10万打っていくんですけれども、相手ゲージ溜め引きしたかギリギリのラインだったんですよね。ただ、シャドクロ打ってきたってことは溜まってなかったのかな。ちょっとギリギリのラインだったんですが、この10万ボルトで勝ちでしょう。そうですね。大戦ありがとうございました。やっぱり最近、あれですね、水ポケモンとかね、飛行ポケモンとかが多いんで、電気タイプが結構刺さってますよね。で、次の対戦なんですが、相手がヨクバリスということで、な相手ですね。さっきと同じような感じですかね。相手にゲージを吐かせて、で、こっちもダメージを与えてから、デンチャラを投げていくって感じにしようかなと思います。で、今回あれですね、レーパー先打っていきましたね。ただレーパーもあんまり、どうなんだ、ダメージどれくらい入るんだろう。全然入んないですね。これしか入んないのか。ドリラ打った方がお得かな、だったら。で、相手がね、噛み砕いてくる可能性かっていうのがわかんないんですけれども、受けていって、それ受けたらデンチャラ投げていく感じですね。で、のしかかってきたので、相手もあれですね、効かない技打ってきた感じがありますね。で、のしかかってくるんですが、受けられるんで受けていって、で、飛びかかっていくんですけれども、それに対して相手がどういう動きをしてくるかですね。ここでなんかデンチャラに強いようなポケモンが出てくると厄介ではあるんですが、先に出てるデンチャラに対してそれを投げてこないってことは、デンチャラ重いと思うんですよ、裏。なので飛行なのか水なのかそういうのがいるのかな、おそらく。そんなパーティーだと思いますね。で、出てきたポケモンが、まさかのギラティナいるんですね。だったらもうギラティナさっさと投げればよかったと思うんですけれども、これあれですかね。ゲージ吐かせて、あとはゲージ溜めてから下げたかったって感じだったんですかね。でも、こっちアローラサンドパン結構 HP 溜めて後ろに下げてるんで、残した状態下げてるんで、悪くないっすよね。これ飛びかかっていけば相手の攻撃力をどんどん下げることができますし、影打ちも全然受けられるようになるんで、対面元々の、ヨクバリスとアローラサンドパンの対面よりは全然戦いやすい対面になるのかなって思います。で、相手が、ここでトルマさせてくるんですけれども、それやられていって、で、ここでアローラサンドパン登場ですね。で、攻撃力2段階下げてるんで、受けられるんで受けながら戦っていくんですけれども、ちょっと起点作り気味にやりたいんですが、逃げられるのは厄介なんで、そこは注意してやっていこうかなと思います。だけで、ここでシャドウボールじゃないな、レーパン打っていけば、シールドはるか対面ってところ迫れるので、どうだろうな、張ってくんのかな。ヘロヘロなんでも張ってこないですよね。攻撃2段階下げてるんで。で、ここで、相手がね、欲張りス戻してくるんですが、受けられるんで受けちゃっていいんじゃないですかね。溜めてるとはいえ、噛み砕くだろうと、のしかかりだろうと受けられるんで受けていって、で、もう一発打ってくるんですが、これも受けられますよね。またのしかかってくるんじゃないですかね。なので、受けていって、で、あれですね、レッドパッチ打っていって、で、さっきのデンチャラの動きに対して相手が、投げてこなかったってことは、電気がちょっと苦手だと思うんですよ、裏。なので、ランタン刺さってんじゃないかな。で、最後出てきたのはやっぱりね、ドッグクラゲだったので、これは勝ちですね。相手も諦めましたね。大戦ありがとうございました。相手もきつかったですよね。デンチャラに対してドッグクラゲ投げられないって、ギラティナ投げるとその後アロさんがきついっていうことを考えると、なかなか難しい展開だったのかなって気がします。で、次の対戦なんですが、相手がね、ラウドボーンに引いてきたので、ランタン投げていって、で、この対面なんですけれども、基本的にシールド貼らなくて OK ですね。やられそうになると切り替え貼ればいいと思います。で、これね、シャドーボールなんですが、その後の焼き尽くすでやられないんで、ここでしっかり CCT を意識して2発打って、波乗りを打ってっていう感じでやっていけば、最終的にね、こっちが勝ち残れるんで、なので、全然構わないと思います。だけど、波乗り打っていって、で、この後なんですけれども、相手がチャームボイスを次打ってくるんですよ。間に合わないんで、シャドーボーが。で、チャームボイス打ってくるんですが、これも受けちゃったんですね。焼き尽くすでやられないんで、ランタンは。なので、そんな感じで受けていって、で、ちゃんと慌てずね、2発打ってから波乗り打っていって、これで相手が張ってくるか張ってこないかなんですけれども、どうだろうな、張ってきたら張ってきたら別に構わないんですが、どうでしょう。受けてきましたね。で、ここで出てきたポケモンが、海竜ということで。またまたね、アロさん投げていって、交代系とかしてくるのかな、どうかな。交代事件もあんなかったですね。
回らなかったんで、しっかりとねここでね、レートパンチ打っていって、まあ、張らないと一発でぶっ飛ぶんで、まあ、当然張ってくると思うんですけれども、まあ、この後は相手の動き次第ですよね。こちらの技のタイミングとかでなんか透かしてきそうな気もしないでもないんですが、まあ、シルラーラ取ったんで、まあ、構わないんじゃないですかね。で、まあ、これバカ力からやるとやられちゃうんで、まあ、シルラ張っていって、で、まあ、ドラクロですよね。で、おそらく、こちらのレイパンに合わせてと思ったら変えてこなかったですね。ここで変えてくるのか。うん、で、出てきたポケモンが、あれかな、ブルンゲルかな、うん、なんか、たたってたんで、ブルンゲルですね。うん、で、まあ、あとはデンチュラ投げていって、うん、まあ、デンチュラは別にシャドウフォーだろうと一発受けられますよね。まあ、受けられますし、こっちは、アロさんに、シルル残していって、まあ、ドリラでこいつを倒すみたいな動きで、まあ、全然 OK だと思います。で、まあ、張ってきましたね。まあ、それはそれで構わないですね。で、相手がね、技打ってくるんですけれども、まあ、これは受けちゃって OK で、うん。むしろ、カイリーのケアしなきゃいけないんでね。これは受けていって、で、波乗りでしたね。で、ただ次の波乗りを先に打ってくるのかな。うん、打ってきますね。で、この後は、アロさんに出ていくことになるんですが、シャドウボクラーなければ OK なんで、うん、まあ、ここで来てもらっちゃって OK ですね。ここで、アロさんでガッツリ来てもらっていって、まあ、シャドウだけ注意しながらやっていけば OK なんですけれども、これ波乗りですね。技の回復的に。なので、まあ、受けてしまって、波乗り耐えられるんでね。まあ、受けた後に、どうだろう、次の波乗りは受けられないんで、ここらでドリライ打っていってって感じですかね。うん、まあ、ドリライ打ってば、これで相手の、たたりめま、ブルンゲラ飛ぶので、であとは、戻ってきた海流にレートパンチを打ち込んでいくって感じですかね。まあ、この HP 残ってれば、まあ、先に打てますしね。うん、シルロアドも取ってるんで、うん、まあ、これはもう、ひとたまりもないと思います。20弱点ですし。うん、まあ、出し勝ちからしっかり順当に勝てたって感じですかね。大戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。うん、まあ、アローラサンドパンね、まあ、今回、まあ、デビュー戦というか、うん、やってみたんですけれども、まあ、ハマると本当強いですよね、このポケモンは。まあ、炎ポケモンと格闘ポケモン、そこが20弱点になっちゃうんで、まあ、炎技と格闘技ですね。まあ、そこはちょっと注意が必要なんですけれども、まあ、でもね、ドラゴンとかね、あと、まあ、クレセリアとか、うん、まあ、レジスチルあたりにも、まあ、割と強気に出てきますし、まあ、電気系とかにも、まあ、悪くはないので、うん、まあ、見れる範囲と見れない範囲がはっきりしてるというか、まあ、弱いポケモンには圧倒的に弱くて、強いポケモンにはそれなりにしっかり戦えるっていうような、まあ、そんなポケモンですね。うん。で、まあ、シャドウじゃない方のね、アローサンドパンもね、まあ、昔使ってたんですけれども、まあ、やっぱりちょっと火力不足な感があるので、まあ、シャドウ推奨ですよね。まあ、ハイパーリーグにしても、スーパーリーグにしても。うん。で、あんまりね、私、シャドウの厳選できてないんで、ちょっとね、微妙ではあったんですけれども、うん。まあでも、そんなに悪くない個体ではあるので、2499 TCP だったら悪くないじゃないですか。多分もっと強い個体はいると思うんですけど、これ30位か40位ぐらいかな。ちょっと順位わかんないんですが、まあでもね、悪くない個体なんで、まあちょっとね、突っ込んでやってみたんですけれども、うん。本当にうまくね、格闘ポケモンと炎ポケモンをかわして戦えば、うん、すごい戦えるポケモンだなって思いましたね。うん。で、まあ、格闘ポケモンと炎ポケモンがね、まあ、苦手なんで、まあ、そこに強気に出れるように、まあ、ランターンとかね、あとはデンチュラとか入れてみたんですけれども、うん。まあ、それをもう功を奏した気がしますね。まあ、炎ポケモンはランタンで見ていけば OK ですし、まあ、格闘ポケモンはデンチュラでね、うまく戦っていけばなんとかなるので、うん、そこはね、うん、しっかりサポートできたのかなって気がしますね。で、あとポイントになるのは、まあ、ギラティナがやっぱりね、ちょっとね、裏重いんで、ギラティナとか、まあ、クレスリアはまあ、デンチュラでなんとかなるか。とにかくギラティナが裏から出てくると思うので、まあ、アローラサンドパンはちょっとギラティナへ役割を持たせるために残しておかないと、まあ、出し勝っていても、削られちゃうよだったらちょっと、考えて立ち回らないと、まあ、難しいかなっていう感じはしました。なので、まあ、このパーティーに関して言えば、まあ、ある程度のところで電気ポケモン投げていって、それに対して相手がどういう反応をするかで、まあ、様子見れますよね。まあ、電池にしろ、ランタンにしろ、それ投げていって、で、まあ、そこに強いポケモン、電気ポケモンに強いポケモンがいるんだったら、まあ、後追いしてくるじゃないですか。で、それ後追いしてこないってことは、まあ、電気が通ってるっていうことをちょっと読んで、まあ、ランタンとかまだ刺さるのかなとか、電池がまだ、後から刺さるのかなってことを意識しながら、ね、やっていくと、勝ちやすいかったですね。で、まあ、追われてしまった場合は、まあ、電気ポケモン通ってないっていうことなんで、まあ、アローラサンドパン大事にするみたいなね、感じで立ち回っていくと、うん、非常に良かったなっていう、うん、印象を受けました。あと注意点として、まあ、引き先としてどのポケモンに引くかっていうことになるんですけれども、
まあちょっとそれ難しいんですが、まあ、電池らとかに引けばなんとか大体なるかな、飛びかかれるんで、なので、まあ基本的にはあの出し負けの際は電池らに引くとか、まあそういう印象でやっていけば、うん、戦いやすかったかなっていう、うん、感じですね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。